ベラビア1834便離陸失敗事故は2008年2月14日にアルメニアで発生した航空事故である。ズバルトノッツ国際空港からミンスクナショナル空港へ向かっていたベラビア1834便が離陸時に失速し機体が反転した。乗員乗客21人中7人が負傷したが死者はなかった。2007年8月に撮影された 事故機事故機のボンバルディア CRJ-100ER は1999年に製造番号7316として製造された。総飛行時間は15563時間で14352サイクルを経験していた。現地時間2時5分、事故機はズバルトノッツ国際空港にミンスクナショナル空港8833便として到着した。 乗務していたのは50歳の機長と44歳の副操縦士で、引き続き1834便に乗務することとなっていた。2時20分、副操縦士は機体の目視点検を行い、翼の表面を触って乾いていることを確認した。4時8分、パイロットは両エンジンを始動させ、エンジンの除降率装置を作動させた。しかしこの時、主翼の除降率装置は作動させていなかった。 4時19分、1834便は滑走路27から離陸した。しかし直後に機体は左に傾き出し、左主翼が滑走路に接触した。その後右に傾き、右主翼が分離した。これにより機体は反転し、そのまま滑走路を右に外れた。機体が停止した後、右翼から燃料が流出し、火災が発生した。報告後によれば、事故後、 50秒ほどで救助隊が現場に到着した。乗客はパイロットがコックピットから脱出するのを手助けした。7人の乗客が重傷を負ったが、残りの11人の乗客と3人の乗員は無傷だった。事故により空港は一時的に閉鎖された。調査当初から着氷が原因である可能性が推定されていた。事故当時、空港では 着氷が報告されており、また CRJ シリーズでは翼への着氷が起きやすかった。調査は国家間航空委員会主導のもと行われ、アルメニア民間航空総局、ベラルーシ、ボンバルディアエアロスペースの代表者がチームに加わった。調査を担当したマックは外気温と燃料タンク内の温度の間に大きな差がある場合、着氷がどの程度発生するのか、 CRJ-900 を用いてテストを行った。その結果、着陸直後に主翼仮面に着氷が生じ、給油の25分後には着氷状態が悪化するということが判明した。マックは最終報告書で以下のことが事故原因として考えられると述べた。ありがとうございます。